1歩目はクロスしてもいいけど、サイドステップという指示で、で、必要なやったらしっかり技術出さなきゃ、ローリングでもいいし、コラプシングでもいいし、練習の練習してるから、こんなんしてるけど、試合中こんなんせえへんよ、思っていいよ、来て、必要なやったら技術出さなきゃ、結局、シュートに負けちゃった、上に弾いちゃって、取れんのに、手で面を作ってた、分かりました、もうそれは高いボール来たらしゃあないけど、基本的には。面を作る。キーパーの目的はボールをゴールに入れさせることやで、手がこう開いちゃってるから開けて、開いちゃってるから後ろに取らしちゃうな。肩の幅、肩の高さ、まあ、こういうシーンな、あの下かもしれへんけど、基本のまで。で、シュート来たら面作らない。もうこれで入らない、絶対に。まずはキャッチしに行くな。キャッチしに行って、折れへんから弾くわけやな。で、それも面で。後ろに絶対行かさせるから。しっかり構えな、後編。こっから体を真似てほしいかもやな。あー、ナイス。弱いな。手のひら相手向ける。手が狭すぎる。キャッチは移動しても下上げるから遅れてる。もう理由は簡単や。あー、なっちゃん、それは悪くないな。悪くない。掴む。はい、手動かしてるから掴む掴む。あー、せやな、まだ悪くない。正面入れてる。キャッチ。あー、惜しいな。こうないぞ。もうちょい広げる、もうちょい広げる。そう、そういうことよ。そっ解除したら移動してみて、こうやって出ていったら入れ替わる可能性あるから、もうそんな時間ない。あっからクロス折り返されてここに来られてるから早い。だから X ブロックもしたいけど、それも間に合わへんで今日はいいよ。横に移動してみて、これはこの動き早く。クロスステップとかしてる人は次のプレー限られてくるから、だからここは早く先移動して。これだけ遅い。余裕ありすぎやん、そっち余裕ありすぎ。ナイス。そんな弾け。ああ、そういうこと、そういうことで横。ナイス。で、ブロックしてから見て、ここ蹴ってこのままスッと入ってる人いるけど、来たら足出さなかった。足出さなかった。だから基本的には右に移動してて、真ん中より左に相手いる場合、今右に移動してたら、移動してるのはこっちやし、ゴロ取るのと一緒やな。こっちの足曲げた方が守れる範囲は広い。わかる？だからこれは例えばこういう癖で逆にやってる人は、例えばこっちでこれやられたら出せへんから出た足。ブロックしててここ来たら足出そうだ。だからボール見て反応してると思う。手も出すのも大事。オッケー、はい、いこう。そう、ナイス。そう、ナイス。横ブロック、ナイス。遅いな、ソータ。おい、それ一番あかんわね。ナイス。そう、そういうことやな。じゃあ次取りに行けよ、基本。取りに行けよ、次。そう。そう。はい、次。そう、弾いた、次。次。そう。もう一回。はい、そう、次の。次。ナイス。ああ、今なら滑れるんじゃん。ナイス。リュウセ先頭。オッケー。いいよー。ちょっと